こんにちは、ネモです。パワープラブリやっていきます。今回はゼニペラを始める前に知っておきたい注意点のお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということでですね、ゼニペラがなんと始まっておりました。10時からで、ゼニペラなんですけど、結構皆さんから初めてやるんでどういう感じか全くわかりませんという質問をいただいてました。で、そこも加味しながらいろんな説明と、あとは過去に何回か行われたイベントなので注意しておくべき点がいくつかあります。まあ、そのお話ができればいいかなというところです。で、初心者の方とかもいらっしゃると思うので、もうすでに経験をされている方には内容が被るかもしれませんが、ご了承いただければと思います。で、まず一つ目がこのスコアボーナスですね。で、スコアボーナスのキャラクターたちがこのように並んでいるんですけど、このキャラたちは一番下にあるイベキャラボックスにいるキャラが対象ということになっております。なので、保管庫とかにいるとボーナスが反映されないということですね。なので、保管庫とか、あとはイベキャラ倉庫にキャラを入れてる場合はすぐに引き出しましょうと。例えばですけど、葵ちゃん移動します、で戻ります、で入ります。そうするとゼニペラのスコアボーナスが、SR に変わって 1% 下がりましたという形になるので、しっかりと自分のイベキャラ倉庫もしくは保管庫から移動させて、スコアボーナスをしっかり上げた上で、こちらですね、葵ちゃんが PSR になりましたというところで、しっかりとスコアボーナスをまずフルに持っていきましょうというのが一つ大事なポイントになります。そして二つ目なんですが、画面の右下ですね、ここの期間限定チャレンジ、この受け取りを必ずするようにしましょうと。で、今有効ポイントというものをゲットして選手のスカウトをするんですが、その時に例えばここ育成選手一人をスカウトすると6000ポイントポイントが入ります。イベキャラの選手を一人スカウトするとまた6000ポイント入りますということで、こういう感じで一人選手をスカウトするだけでも点数をもらえたりとか、まあ、招待選手をスカウトするとか、まあ、こういろんな条件で有効ポイントがガンガン入っていきますということなので、一試合やるごとにイベキャラをスカウトするごとに必ずこの右下の期間限定チャレンジゼニペラは確認をして、有効ポイントを必ず獲得して、で自分の持っているこの有効ポイントをオーダースカウトで使い切ってから先に旅立ちましょうというところですね。はい、ということでこちらでは有効ポイントの効率的な、そして実用的な使い方について話をさせていただきます。で、まず分かれるポイントとして、自分でこのイベント用の選手を作っているかどうかというのが大事になってきます。で、このイベントはその初期にこういった形で何人か用意をされていて、まあ、取ることはできるんですけど、自分で作った選手、この査定くんとかですね、例えば僕でいれば査定くんとか、あとはこういうイベキャラたちが用意されていて、で、取れるポイントが初め20万しかないので、自分で、まあ、F ランクの、例えば、ミートが高くて足が速いとか、ホームランを打てるとか、まあ、そういう、こう、局所的な選手を作ってスカウトした方が、おそらく打撃的にはメリットが大きいんじゃないのかな、というふうに思っております。なので、まあ、そういった戦略を取るのもありだと思いますし、逆に、一番上の方ですね。まあ、このポイントをフルで使って、一気に長く使える選手を取ろうという考え方もあると思います。で、それはやはり自分で選手を作ったか作ってないか、このイベントをどれくらい本気でやり込むかというところにかかっているかなという感じです。で、僕の個人的なおすすめとしては、やはり一番初めは4人取れる構成が大事かなというふうに思います。まあ、これかなり実用的な話で、チームランクを上げれば上げるほど、金脈のバウンド、この試合であと一回やりますが、この時にもらえるポイントが大きくなるということがあります。この遊び方の、ずらららららと、これかな？
チーム力で変わる、ボーナスですね。投球のナイスピッチだったり、打撃のバウンドだったり、まあ、いろんなものが、ポイントがチームランクによって変わってきます。なので、チームランクをちょっとでも上げた方がいいんですね。なので、まあ、そこを目指していくためにも、しっかりとこのポイントを使い切る、まあ、フルで使い切るような構成がいいんじゃないのかな、というふうに思います。なので、自分の選手を取ると、ポイントがもらえるので、まあ、その辺も意識はした方がいいかな、というふうには思いますね。で、僕で言えば、E ランクの選手を取り続ければ、おそらく4人取れるっていうのと、まあ、イベキャラに関しても、ホブラとかでやればそんなに問題ないんで、まずホブラ行きましょうか。で、あと、ここでも一つだけポイントがあるんですが、この選手能力のタブを使って、必ず一番選手能力が低いキャラと入れ替えていきましょうと。あと、ポジションの問題もあるので、そこはしっかりと見極めながらやっていく必要がありますね。で、これをやると、結局、ここがチームランク2200になる。キャッチャーを変えるとチームランクは2216になるということで、まあ、かなりこう違うんですね。で、ここはファーストの選手のこの2番目に弱いキャラと変えることで、しっかりとチームランクを上げていきましょうというのも大事なポイントになります。で、今やったことで、先ほど話した、この期間限定チャレンジですね。こんな感じで6000ポイント入るので必ず獲得しましょうという話ですね。まあ、こういうのも大事ですと。細かいですが。で、D ランクの選手とかを取ってしまうと、当然これ、あぶれてしまうので、まあ、大体 E ランクの選手を取って並べておくのがいいんじゃないのかなというふうに思います。で、さっきキャッチャーが最も弱かったので、まあ、ここを取っておくのがベターかなという感じはしますね。2560。うん。ホムラがまあ一番強いですかね。で、ここでチェンジしましょう。で、2560入れて、で、また、今、この選手を取ったことで、期間限定チャレンジが生まれて、6000ポイント入りますと。あとは、自分の育成選手を取ることで、また上げることもできますと。いうところです。で、僕はこの浅田くんが48000でいい感じなので、これを取りましょう。浅田くんとか作ったな、ゼニフェナで。で、ここと変えるか。で、しっかりと、こまめに、こういう形でチームランクを上げていくのが、大事なんじゃないかな、というふうに思います。で、これで、僕はもう3つ、この6000ポイントを入れられたので、18000点、で、63000点まだ残ってます、ということで、まだ選手1人取れますね、と。で、投手、野手、どっちがいいんだろう。まあ、63000だったら、こっちの方がいいかもしれない。アンヌとかを取った方が、伸びる可能性もありますね。こうかな。あーでもあと16なんだな。惜しいな。あと16なんですね。なので、まあ先週のこう力がもうちょっとだけあれば、あ、でも乗りました。いい乗りました。一発目でいい乗りました。なので、僕の動画を見た方は得します。得します。得しましたね、僕も。よかった。ちょっと乗るか微妙だったんですが、乗りましたね、ギリギリ。はい。という形で、しっかりと、こう自分の選手たちを、これもう、浅田いいでしょ、先発に置いちゃって。しっかりとこう、E ランクの選手を4人、まあ、取るのが、まず大事だと思います。で、これを取った上で試合をしましょうと。で、僕また、びっくりがついてますね。これ必ずびっくりつくんで、しっかりと取って、次にも活かしていきましょうと。で、E ランクスタートができたので、かなり美味しいと思います。これだけで、これを見ただけで一歩リードできます。他の方より。で、行きましょう。まあ、あとは、プレイングうまくいくかどうか、だいぶ大事なので、ちょっとわからないです。で、今回は、ナイスピッチ入れれば入れるほど、点数出るので、まあ、ボールとか使いながらでいいと思います。ダメだ、入らねえ。入らねえ。うわー、もったいない。これ、やっちゃうともったいないやつです。まあ、投球自体はポイントそんな大きくないので、まあ、ここは妥協点ではありますが、まあ、できればやはりしっかりと打っていくことが大事っていうのと、あとは、バッターに関しては、こういった形で代打が出せるので、絶好調のバッターを出しておくと結構やりやすいんじゃないかなというふうには思います。まあ、こんな感じでバウンドさせていくと。で、多分3000点ぐらいだと思うんですよ。何もしてないと。F ランクで始めると。なので、まあ、しっかりと、この、E ランクから始められるようにすると、一歩、それだけで、
リードできますよと。あとはとにかくスリーバウンドさせるのが大事ですね。まあ思いっきり引っ張ったりとか流したりして、さあ4球目ほい 1,2,3 OK 完璧ですね。もう一回スリーバウンド行きたいな。ただもう絶好調の選手はいないので、まあ、そこは注意してあげたいっていうところですね。左打ちの方がいいのかな。まあ、ちょっとこう、もっとこだわるんであれば、例えばこの選手交代で、しっかりとそのミートの値が、じゃあ何ポイントあるのかっていうのは、しっかり確認して、一番多いやつ、パワーが多いやつ、まあ、好きなのを取って、しっかりとプレイしていけばいいと思います。多分、強振してもいいかもね。第2球、投げました。おー、来い。おー、いいっすね。抜けた、危ねえ。しかも打点がしっかりついて、スリーベースになりましたね。完璧すぎます。でホームちゃんと、ホームちゃんホームラン入るかも、ワンチャンホームラン入るまである。あ、おはは、すごいすごいバウンドのさせ方したの。抜けろー、ポロリー、ナイスー。14,820 ありがとう。完璧なんだ。やりたいこと全部できましたね。で、あとは、しっかりと投球で、ナイスピッチを取っていきましょう。で、1回しか多分入れられないと思うので。わー。ピッチングが、うまくなかった。はい。残念ながら僕でした。ということで、これかなりポイントうまくいったんじゃないでしょうか。僕の動画を見た方は、かなり有利に動けると思います。で、期間限定チャレンジも、しっかりと20万ポイントいきなりいったので、ここで2万ポイント入れられましたと。いうことで、かなりうまくいったかなというふうに思います。で、あとは、チームランクをしっかりと上げつつ、まあ、上げるだけですね。ぐらいしかないかな。あとは、人数で増えるとかもないよね。なので、ここに関しては、もう、普通にオーダースカウトをガンガンかけていって、チームランクを上げていくと。で、できるだけ平均的に、選手は取った方がメリット大きいので、まあ、そこは意識した方がいいかなという感じですね。はい。いかがでしたでしょうか？かなりいい話、そして実演もうまくいったので、まとまった動画になったかなというふうに思います。見てちょっとでも良かったよと思ってくださった方は、高評価、そしてコメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。